配電線路の開閉器は、事故時または作業時に、その部分だけ切り離すために使用する、という内容で正しいです。2番、柱状開閉器には、気柱型、真空型、ガス型がある。操作方法は手動式と自動式がある、という内容で正しいです。架空電線路の指示物には、開閉器、暖炉器、遮断器に絶縁油を使用してはいけませんが、架空変圧器には絶縁油が使用されています。3番、高圧配電方式には、樹脂状、ループ状がある。ループ状は結合開閉器を設置する。放射状より建設費が高いが、信頼性が高く、負荷密度の高い地域に用いられるという内容で正しいです。高圧カットアウトは、柱状変圧器の一時側の開閉器として使用する。内蔵の高圧ヒューズは、変圧器の過負荷時や内部短絡時、雷サージなどの短時間大電流の通過時に直ちに溶断するという内容で、雷サージなどの短時間大電流の通過時にというところが誤りです。雷サージなどの雷害による異常電圧は飛来器で保護します。5番、地中配電系統にはパッドマウント変圧器がある。パッドマウント変圧器は変圧器とともに開閉器などの機器が収納されているという内容で、特に重要ではないので割愛します。